オルドフ館は AWM。 はい、どうも、スコレです。今回はですね、新しくイベントの方を追加されてまして、それの内容がすごいっていう風になってますんで、今回はそれについてまとめていこうかなという風に思います。それではやっていく。はい、というわけでやっていくわけなんですけど、そちらのイベントの方が、こっちの試合のところにある、この大会の予想イベントの方なんですよね。これが今回やばいんですよ。もうこの画像を見りゃわかると思うんですけれど、マクラーレンね、マクラーレン映っちゃってますもんね。早速見ていきましょうか。こちらの、予想イベントの、引き換えショップがあるんですけれど、このショップの方を見ていくと、この下の方に、しまくマクラーレンがいるっていう風になってますよ。とんでもないでしょ、これ。うん。一応その、1サーバー1度限りの交換ってなってますんで、一番最初に、コインが100万いった人は、こちらのですね、マクラーレンの方を、ワンチャン交換できますよっていう風になっているようですね。一人一台ではないと思うんですね。一人一台だったら、他のアイテムと変わらない仕様になっちゃいますんで、こういう表記をするっていうことは、一人一台ではなくて、全サーバーで一人だけ交換できるっていう、そんな感じの仕様なんでしょうね。これ100万いくんかなね。僕この予想イベントって、あんままとめていないんですけれど、よくですね、やってるんですよね、実は。で、予想してる人はわかると思うんですけど、これ今月だけしかこの上のコインっていうのは使えないんですよ。引き継がれないんですよね。で、試合予想っていうのも結局、大体6試合、6、7、8試合ぐらいなんですよ。あるのが。7試合で考えましょうか。先月が確か6だったはずなんですけど、今回は平均の7試合で、計算していくわけなんですけれど、結局払い戻しが遅いんで、できる予想回数っていうのは、試合数と同じ7回になってしまうんですよね。払い戻しが早かったらですね、もうちょっと、また変わってくるんですけれど、ちょっと遅めではあるんで、ちょっと難しいっていう風になっているわけなんですけれど、そういう風に考えていきますと、試行回数7回なんですよ。7回の試行回数という風になってまして。その中で、大体ね、例えばこの倍率で6倍とかあるじゃないですか。6倍とかほぼ当たんないですもんね。ほぼ当たんない。やってたらわかるけど、マジでね、大体もう硬いところが当たってしまうっていう。たまにね、たまに5倍、6倍ぐらい当たるんですけれど、基本的にね、あまりないんですよね。5倍、6倍が当たることって。やってたらこれはわかると思うんですけれど。倍率がね、どうしても低めではあるんで、正直ね、100万いかないと思うんだよね。一応その、もらえるコインの数っていうのが、1日あたりですね、800コインっていう風になってます。で、今回は、この日付含めまして、28日ですね。ただ28日なんですけれど、全部フルで使えるわけではありませんので、だいたい25日ぐらいですかね。なんで 25×の800をすると、まず2万コインになるわけですね。2万コイン全部かけれるわけではないんで、正直ね、あれではあるんですけれど、今回はちょっとね、少しありえない2万コインで計算します。その分ちょっと倍率を下げてですね、ちょっと下方修正をかけつつ情報修正していくわけなんですけれど、倍率今回あえて5倍で計算しましょう。もうちょっと高い倍率の時もあるんで、8倍とか、一番高かったのは多分10倍ちょいとかやったと思うんですけれど、今回は5倍で計算しますね。で、5倍を7回かける。要は、大会回数が、試行回数が7回なんで、2万に対して5を7回かければいいっていう感じですね。はい。そういう風にしていくと、だいたいね、6250万コインになるんですよね。実際はその、最初から2万コインですね、使えるわけではなくて、最初は数千コインから始めますんで、これはだいぶですね、下方修正かかってしまうとは思うんですけれど、しかし、この5倍以上のものに対して、かけ続ければ、かけ続けて、当て続ければですね、ワンチャン100万コインはいくと、6250万コインまでの伸びしろがあるんだったら、100万コインぐらいは、ワンチャンね、その5倍以上っていうワンチャンに対してかけ続ければいけなくもないっていう感じなんで、もしもマクラーレンが欲しいなっていう風に思われている方は、割とありえそうな5倍以上の予想の方に、かけていくみたいな、言うてこの、3番のクイズなんかどこがね、勝ってもね、おかしくないみたいな感じになってますから、正直ですね、全然わかんないですもんね。あれなんですけれど、一応今までのその結果を見ていくと、5倍以上のものっていうのがある予想の中で、実際その結果が5倍になったことっていうのが、あんまりないんで、そこら辺も皆さん考慮しながらですね、ワンチャンにかけていけば、いいのかなっていう風に、思いますね。いや、本当にね、5倍以上ってマジであんまかかんないから、クイズ1とかね、今回のその100万コイン狙うんだったら、勝負出る意味ないレベルまでありますからね。クイズ1がこれやろう。クイズ2がこれ。4が、これ。クイズ3にかけるしかないもんね。この狭いところ行くしかないんだ。大変だな、マジで。3連服とかね、3連単とかあれば、1番人気の3連単とかでも、20立てでしょう。競馬でもね、一番多くても18頭立てになるわけなんですけれど、それの、2多い20チーム立てになると思うんですよね。20チーム立ての3連単って、多分一番人気でも、絶対15倍とか20倍は超えてくるんで、どうしちゃったらこれね、3連服3連単を作ってくれると嬉しいんですけどね、3連服とかもあったら、結構割といけそうな感じはあると思うんで、そういうね、書き方をさせてほしいんですけれど、この今の書き方やったら、倍率が絶対上がらないですからね。
全部なんか単勝みたいな感じの書き方になってしまっておりますから、ちょっと難しいとは思うんですけれど、そういうなんか、付け筋とかもあると楽しそうですけどね。まあでもこれちょっとちゃんと計算してみよう。ね、もうちょっとちゃんと計算してみようと思います。今週が1試合だけなんですね。10日の予想でしょ。今週あ、来週なんだ。あ、今週か。今週が1試合でしょ。で、来週が2試合だといけんもんな、これ。来週に、再来週に、最後の30、31も2で計算しよう。で、これ、これ28日のこれ計算で大丈夫ですね。で、9日までにコインの方がまず、あと6日間だから、800×6 で、4800コインでしょ。で、4800コインを、いや、これギリギリ10日までこれ、コイン受け取りできるですね。じゃあ7日間か。7日間やるとして、まず 7×800 で、5600コインでしょ。絶対その5倍を当てるっていう計算でやっていきますね。5600×5 で、まず28000コイン1周目で集まりますと。で、28000足すの、次の週が2試合あるとして、16日だとしますね。そしたら6日間なんで、6日分のコインっていうのが 6×800 で4800でしょ。4800足すの28000だと32800コイン、32800コインを16日にかけて5倍当てたとしますよ。そしたら16万4000コインになるわけですね。16万4000コインになって、これに日曜日分の800コインを足して16万4800コインになるわけでしょう。で、日曜にまた5倍当ててかける5のやったとすると82万4000コインになるわけですね。82万4000コインになると、からのあと23日と24日、そして30日と31日があるわけですね。まあ、こう考えると2週目で80万コインいくんだったら、まあ、5倍当てればワンチャンいくって感じか。もうちょっと倍率下げてもいいかな。3倍とかで計算しましょうか。3倍だったらまず最初10日の予想でしょ。10日の予想で 5600×3 で 16800コインになるわけですね。16800コインの、それに次の週の4800コインを足していくことによって16800、21600コインになるわけですね。21600コインを土曜の16日にかけていくと、かける3の64800コインになると。日曜日に800コイン入手したら65600コインになって、そこでもそのまま全部ぶっぱして3倍にかけていくことによって、17日の時点で19万6800コインになると。で、これにまた6日分足して4800足すと、20万1600コインになります。で、その週の土曜日、23日の試合に3倍にかけて当てていくことによって、60万4800コインになると。60万4800コインにプラス800した後、その日の日曜日の試合にかけることによって、かける3の181万6800コインと。じゃ、つまり、全部当てるっていう体でいくんだったら、コインをすべて回収しつつ、3倍以上を全部当てることによって、100万コインはいくんだ。そう考えると、まあ、意外と難しくないのかもしれないですね。はい、ということで今回も皆さんの疑問や質問にお答えしていこうかなというふうに思います。で、まずこちらでですね、確かに広告の質はこれ大丈夫なんかと思うレベルですよね、と。まあ、YouTube 広告の質の話ですね。この会社とかこのサービスは大丈夫なのっていうのが、まあ、入ることっていうのが増えてますよね。まあ、いくら社会問題になったところで、出資する人が減るわけではないんで、出資する会社が減るわけではないですから、まあ、基本的にどんな問題になっても YouTube 側からすると、まあ、あまり損害は生じないのかなっていうふうに思いますね。まあ、これでもしもそのスポンサーが撤退するみたいな、まあ、大きい会社っていうのが広告出資をやめますよっていう風になるんだったら、まあ、YouTube 側も動くかもしれませんけれど、そのレベルにならない限りは、まあ、正直難しいのかなっていう風に思いますね。まあ、広告、変な広告出している会社があることによって他のスポンサー打撃があることっていうのが、まあ、あまりなんか想像つかないんで、まあ、難しい話だとは思うんですけど、まあ、YouTube はあくまでプラットフォームであって多くを管理する責任はあまり伴わないんですよね。まあ、ですので、まあ、もしもそういうことがあったとしても、そういう広告出店主に対して責任を求めるだけであって、 YouTube というプラットフォームが大責任っていうのがあまりないですから、まあ、正直ですね、まあ、そういう問題が仮に起きたとしてもあんまり改善する必要もないっていうね。まあ、YouTube って言えば公民館とか体育館みたいなもので、例えばその公民館や体育館を使って、まあ、その借りたですね人たちが迷惑行為をして周りの住人からですねめちゃくちゃその非難ごうごう浴びましたと。まあ、そうなってもやった人間が悪いのであって、貸した体育館やまあ公民館側に大した責任っていうのは伴わないじゃないですか。まあ、それと一緒っすよね。まあ、なんでこれからも難しいと思いますね。まあ、YouTube 担当のまあ Google の社員が YouTube をしている未成年に対して売春的なことを行ったとか、まあ、それぐらいのレベルの
のことがないと難しいと思います。で次ですね、環境を変えるには必要なのかもね。マクラーレンを持っておけばもう課金する必要がないしと、前からまあ僕よく言ってましたけれど、荒野行動っていうゲームはマクラーレンに課金する理由っていうのが一極集中しすぎているんですよね。マクラーレンっていう人権キャラがいて、他は全部ゴミだよみたいな、他は全部ゴミだよみたいな、そんな感じのゲームだったわけですよ。まあ最近は代替となるものってのもいたりはしましたけれど、なんだかんだマクラーレンが強いみたいな、そんな感じに結果はなっていたわけですよね。でまあその周りに別のですね、課金する理由っていうのをまあ多くですね、まあ作っていって、そこからマクラーレンの価値っていうのは下げるべきだよねっていう風に、まあ、僕は言ってたわけなんですけれど、荒野行動は今回周りのその理由っていうのを用意する前に、まずマクラーレンっていうその一極集中の原因をペッて引っこ抜いたわけですよ。そら揉めるて。そら揉めるに決まってますもんね。揉めるに決まってますし、まあユーザーは課金する理由っていうのを失って、もういいやってなっちゃうっていう、まあ、当たり前だよなって流れがただ繰り広げられているってだけですよね。まあね、正直まあそうなるよねって感じ。まあそうなるし、見りゃ分かるやんと思いますけどね。で次ですね、投資で稼ぐのと SNS アフィリエイトして稼ぐのと YouTube とか配信して稼ぐのってどれが一番稼げると思いますかと。まず投資は稼ぐ手段ではないですね。まあ資産運用なんで、まあ銀行の定期預金みたいなもんですから、まあこれはまず除外ですね。稼ぐ手段ではないんで。で SNS アフィリエイトとまあ YouTube、 まあ配信とか、あとまあ動画も配信サービスですからね。動画もっすよね。はい。この二つってまあ同じなんで、結局やること、変わんない。ちょっと出るものが、最終的に出る結果が違うだけで、まあ、ほぼやること一緒なんで、まあこの二つ、まあもうちょっと多いかな、をまあいくつかを並行してやれる人っていうのが、その相乗効果で伸ばせる人っていうのが一番儲けそうですけどね。結構ね、例えば YouTube だけとか Twitter だけとかで頑張ってる人ってまあ意外と多いじゃないですか。なんですけれど、まあ実際は YouTube と Twitter だったりとか、 YouTube と Twitter と TikTok とか、 TikTok とインスタと Twitter とか、まあそのまあ複数のプラットフォームでまあある程度数字を出して相乗効果で伸ばした方が効率がいいんですよ。例えば YouTube と Twitter やってるとしますよね。で Twitter で20頑張るのと、 Twitter で10、 YouTube で10頑張るのだったら、 YouTube で10、 Twitter で10頑張る方が効果ってのは出やすいんですよ。そういう風に頑張った時って加算で効果が出るんじゃなくて乗算で効果が出るんですよね。出る結果がまあ20ではなく100になるんですよ。まあ、なんで、まあ、Twitter で20頑張るのとまあ10頑張るんだったら、10頑張った方がどう考えてもですね、まあ、伸び率っていうのが違うんですよね。まあ、なんで一つのプラットフォームだけじゃなくて複数のプラットフォームを用いて、まあ、いろいろ頑張った方が、まあ、伸びやすくはあるんですけれど、なんかそれが億劫なんでしょうね。めんどくさく感じて、まあ、それをしていない人ってのは多いですよね。 TikTok とか特に多いかな、そういう人って、これ結構もったいないんで、まあ、複数のまあプラットフォームを用いることによって、まあ、SEO 対策がまあボロボロの効果が生まれますんで、まあ、基本的にまあ複数プラットフォームを運用している人がまあ一番稼ぎやすいのかなっていう、まあ、この話の中で言うと、まあ、そんな感じですかね。